狼狼狼狼一寸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 長。こんにちはスクです。狼続きやっていきます。ここは鬼ヶ島で正面の扉が開いたんで進もうと思います。これすーげービリビリになってるけど触ったら死ぬのかな。あ、平気だすごっ。お、これは宝箱か。こいつの電気を当てりゃいいのかな。こっち向きでやれば簡単だな。よいしょ、で、よいしょ、無限炭。オッケー。こっちは牛の角の飾り。はい。お、すげえ、機械仕掛けだここ。おお、社会の歯車だぜ。なんだなんだ、え、まさかこいつがボスってわけじゃないよね。あそこに当てないのか。あまりにも分かりやすすぎないこれうん、こりゃ見事な彫像だ。妖怪どもの吹きだまりにはもったいない一品だぜ。だけどその辺の美術品とは違うよどんだ趣味も漂ってら。うん、特に天に突き上げたあの刀剣、七つ鞘の太刀なら見たことはあるが、九つの枝分かれなんて異様なもんは初めて見たぜ。もうこここれしかないな。あら、宝箱があるな。ドーン、水晶、ドーン、真骨頂どうも。近くからだと当てれないから、ここら辺からなら当てれるかな。あら、おおおおお、なくなっちゃった。せっかくの彫像がもったいない。かっこよかったのに。ん、どっちだ、こっちか。よーし、じゃあ潜入するぞ。いよいよ、いよいよかな。お、すげえ、なんか何ここなんかあれみたい、ゲーミングパソコンみたい。俺の持ってるゲーミングパソコンみたい。片面スケルトンでさ、中のなんか部品が見えるようになってんだよね。こっちか。これ何これ、これ何これ、なんだろう、ただの飾りか。ん、何何何何な、なんだなんだ、アマコ、お前また妙な仕掛けを触ったんじゃないだろうな。とにかく早くなんとかしろ。何すんの何すんの、これをこう当てる。え、当たんないし。目か、じゃあ切る一寸で。あ、切れば OK か。じゃあこうやって切っちゃう。これも、ほい、え、止まんない止まんない止まんない。あ、ここにあったわ、そういえば。あぶねえもう最初にこれなんだとか思っといてよかった。これこいつ無視してたら終わってたな。目が赤いぞ、大丈夫か。うえー、よかった。もう少しでチゲ鍋にされちゃうとこだったね。ドン、あれ、ちょっと待って、これドンってやりたい。ドン、まあいいや。スン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 、これ回るのかな。はい、こっちはもうこれ以上いけないんだね。で、これの上に乗ってハムスターみたいになれと。めっちゃむずくねこれ。めっちゃむずいんですけど。あ、こっち側から乗ればいいのか。あれ、ちょっと、ちょ、もう一回やらして。こっち側から乗ればいいな。今だ、よし、いった。で、ここでもう今だ、よーし。ここは、ここはいけないな。ここもこっちからかな。よっよっ、うわー、行き過ぎた、むずい。よっよっ、よしで、んー、今だ、よーし、オッケー。これはビリビリす、あ、鍵か。じゃあまた後で来るのかな。なんか竹槍がいっぱいあるんですけど、あれに当たらないように行けってことか。あれ、壁登りの、あの、彫像があるぞ。
よいしょ。ん？もしかしてここ登んの？この緑色の部分、この竹筒じゃない、竹槍のこの輪の真ん中。こっちは何があるんだ？ただ壺しかないのか。あ、割れねえ。わかった。上に壺があるね。うん。まあ、特には。そういうことかな。ちょっと待って。これ、こういう感じ？あ、かけた。危ね、危ね、危ね。え、こっからどうすんの？あー、こっちか。よーし。で、ここに行く。よーし、行った。で、こっからこっちに。あ、早すぎた。あー、くそ、失敗。では、こっちから行きゃいいか。しまって。で、こっち行く。しまった、遅かった。はあ。お、行けた。やったぜ。タイミング完全にミスってたけど、行けた。よし、あれ。あれ？開いてなくない？あそこ。何ここ、開いてないんですけど。あ、なんだ。一線でいけるわ。もう、これは？あ、これ鍵音しかして、加える。あ、そんでさっきのところに戻ればいいのかな？上は特になんもないな。どこだっけ？ここ、下行っていいか。こっちかな？ここだっけ？よっ、よっ。よし。で、ここだな。よし。ぐさ。てるれれれん。で、ここ上登ればいいのか。よっ。すげえな。横スクロールアクションだ、完全に。よっ、よっ。よっ。よっ。お。びっくりした。竹槍が下から出てきた。思いっきりぐさったぞ、今。ここもか。ほっ。よし。で？ん？あー、一箇所だけ穴開いてんのか。わかったわかった。ここだ。ちょっと待って。こう？あれ？ちょっと待って。嘘。え、どうやって行くの？あそこの隙間のどっから中に入るんでしょ、上に。ちょっと待って。こっから、なんだ、消えた。ちょ、もう、こう。よし、いけた。うわ、これめんどくせえ。めんどくせえっていうか、難しいぞ、これ。あ、くそ、失敗。うわ、油断してると下落ちるな。下穴開いてるからね。ちょっと待って。よし。で、上のやつを。あ、くそ。あ、もう。まだいける。もうワンチャン。今だ。くそー。めっちゃむずい。めっちゃむずいんすけど。くそ。わあ、マジで言うとる？めっちゃむずいよ。うわ、もう無理だよ。めっちゃむずい。え、届かなくない？そもそも。届くか？危ない危ない。落ちる。上の方が回りが早いんだね。下に比べて。今だ。あ、届かないってば。嘘だ。なんかさ、これ上にさ、なんか、できないの？めっちゃむずいですけど。めっちゃむずい。あ、これさ、時間遅くするやつとか無理。なんか無理。あ、いけた。やった。関係ないけど。能力多分関係ないけどいけた。ちょっと待って、上のやつ早い。危ない危ない。落ちる。うわ、危ねえ。めっちゃむずい。今。あ、くそ。よっ。
めっちゃまずい。よっよっ、今抜けてたんちゃうんちゃうんちゃうんんちゃうんちゃうん。おお、今も一瞬上に行っちゃった。ほっほっ、よし行けた。あ、まだあんのかよ、マジか。ちょっと待って、この足場が怖い。足場が穴開いてっから。今よし行けた。どこ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 、怖怖怖、落ちろ落ちろ落ちろ。あ、今行けてたのに、すげえ手抜いちゃった今。あ、逆か、こっちから行こう。あ、逆、危ねえ危ねえ、落ちちゃう。うー、最悪最悪最悪なんですけど。あー、くそ。よし、逆逆、あー、くそー、むずい。くそ無理だ、むずい、くそめちゃむずい、めちゃむずい。うわ、くそー、なあ、なあ、くそ、あっぶねえ、あっぶねえ、笑けるくらいむずい、めっちゃむずいんですけどこれ。ああ、今いけてたって。結構二段ジャンプギリの距離なんだよね。タイミングが悪い今。ああ、嘘、足は気にしてなかった、しまった、ミスったわ。よっよっ、あら、しまった、よいしょ、今だ。よっ、あれ、くそー、めっちゃ無事、あれ、ちょっと遅いのかな、ジャンプが。もうちょっと早めに。今、あー、今のも遅い。なるほど。もうちょっと早くだな。行くぞ。あー、しばきにしてなかった。最悪。もう、すげー下まで落ちたわ。マジかよ。あれ、めちゃ無事。行くぞ。よっしゃ。よし、行けた。で、これも。よし、行けた。よし、行けた。足場気をつけて。よし、行けた。お、行けた。急に。なぜか。なんで？なんで行けたのか自分でもわからない。まあ、いっか。もう二度とやりたくねえ、今んとこ。めっちゃ難しかった。おおおお、なにね、いきなりなんだよ。あ、セーブできる。やったぜ、セーブしよう。すげえな、この、光線受けてもびくともしない屏風と壺。何そ、素材何なんだよ。あれ、こっち行ける。あ、違う、こっから来たんだ。ここなんかビリビリ、ビリビリシュって出てるな。ビリビリ、ん？あ、ここにビリビリあるんだ。こんな感じか。こうして、こうか。あれ？こう。よし。イェーイ！鬼ヶ島の地図、やった！見ちゃう？鬼ヶ島の地図。まあ、見てもなーっていうのあるけど、あっち行く？でもこれさ、鍵でしょ？うん。こ、持っていこう。上行く？いや、先に奥行くか。よし。こことか入れんのか？入れるか？うお、びっくりした！びっくりしたー。敵か、普通に。ああ、ビビった。まあ、ご了承でどうにかなりますな。ああ、びっくりした。あれ？ここ取れないのか？なんだ？
あ、上がなんかピカピカしてる。やたらバチバチうるせえなと思ったら、上行けるのか。あ、なんだあれ、雲。あ、上からあそこに行くのか。あの雲は何なん。ピシッピシッうん、ピシッ。ダメか、無駄ってなった。あれ、ここ意味ないのか。じゃあ、あれ取れないし、まあいいや。おお、びっくりした。あ、こっち行けるね。まあ、ここ行けんか。ほっ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 。あれ、こっち先進んじゃうかな。あ、違う、ここ行けねえや。そっか、ビリビリの鍵は別か。よっよっ、引き返そう。こっちじゃない。あれ、上になんか今花があるぞ。なんで花で、何しろっていう。捕まってみる、花で。ちょっと自分が見えない。自分が見えない。あ、これでいいの。はい。え何にも意味ないんですけど。なんだこれ。こっち意味なかった。ここから上行けばいいのか。あ、まあ、このビリビリの鍵持ってると足場がある。あの空は何なん。あ、通せんぼしてんのか。うん、まあ、とりあえずこっち進んでいいんだ。こっち進んで、まあ、こう行って、ここは、ここは何もないか。あの雲はもう一個上かな。ここは壁登れないもんね。お、お、なんだなんだ。はいはいはい。上登ってあそこの雲のとこまで行けってことだな。よっよっ。よし。うわあ、よよよよ。え、ちょっと高くない？ほっほっ。よし、行けた。あぶね。で、こいつはそうだな、頭突きダッシュしていくか。行くぞ。ほっほっ。うわあ。くそ。ダメか。あ、わかった。わかった。あ？後ろにあれがあるわ。よいしょ。もらおうもらおう。往復の札。うん、まあ別にいらないんだけど。ほっほっ。こいつあれだ、能力のあるやつ使えばいいんだ。そうやって。よっよっ。すっかり忘れてた。今よし、いったぜ。やったね。落ちれないんですけど。これ鍵離せばいいの。あ、離したら落ちた。え、鍵どこ行った。あ、鍵持ってる。よかった。真珠。ん、これだけ。あとこれ、これも加えれんの。あれ、加えれないですけど。交換するのか。あ、もうこれいらないのか。そっかそっか。で、どうやって出るんだ。ここの家計軸が開いたりするのか。あ、やっぱそうだ。よいしょ。あれ、よいしょ。ちょっと離れすぎたかな。お、開いた。よし。お目の前じゃん。あばよ。かわいそう。見て、これ真っ二つになるから。ほら、見た、砕け散ったの。かわいそうだよね。掛け軸見たら全部もう一線で切っていこう。お、あれ、こいつまだいたんだ。旦那、ついにここまで来ちゃいやしたが、実を言うとここから先はもう余興の拉致外でしてね。あっしはおふざけなしで万人の仕事をしなきゃならねえんでさ。
でも足は勝負の途中から旦那のことをなんていうかありてに、いや好きになっちまって、早がけに命をかける旦那の姿もっと見ていて、そう思うようになっちまったんでさ。へへ、こんなこと言っちゃ門番失格ですかね。ふん。だからね旦那、あっしはやっぱり勝負の世界に生きて、ここまで来て勝負をやめるなんて、そんなぬるいことは言いたかねえんでさ。万人失格だろうが関係ねえ。旦那、最後までいい勝負しやしょうや。よし、いいだろう、望むところだ。ちょっと待って、どうせダッシュで行かなくちゃいけないから、あと俺あれだわ、ビリビリの、あ、ちょっと待って、あんなところにあれがあるんですけど。あ、わかった、ちょっと待って、あれ取りに行かなきゃ。めっちゃわかった俺、もうめっちゃコミックだわ今、めっちゃコミック。あれ、ここに置いたビリビリの鍵がなくなってる、嘘だろ、マジかよ。もう一回取りに行く、だってあれあった方が絶対いいよ。うん、でもこっち戻れない。あ、それであそこに捕まればいいのか、わかった、めっちゃわかっちゃったこれ。これでこのもう一回取りに行くんだ、加える、よーし、ここに戻ってたんだね。多分これがないと勝負勝てなかったと思う。危ねえ危ねえ危ねえおっしゃー、戻ってきたぞ。つうかここにこの宝箱があったせいで気づいた、あ、間違えた、逆だ、ここにこの宝箱があったおかげで分かったわ、その謎が。絶対ビリビリ必要になるって。よっしゃ、取れた。よし。で、こっち戻って。よし、勝負だ。ビリビリ狼に勝てるかな？行くぞ。ちょっと待って。予想つける前に、まずあの雲が絶対邪魔してくるから、これノロックしといて、スタート。いって、食らった。クソ、ノロックしてたはずなのに食らったわ。いって竹槍なんだよ、ぐっさぐさ刺さるわ。やべ、抜かれてるし、いってあー負けた、もう、あー、マジか、めっちゃぐっさぐさ刺さる、怖え。あ、ここにもあれあるじゃん、1回は負けて正解だな、この宝箱取れるから。 OK、 よっよっ、あー取れなかった、あぶね、刺さっちゃう刺さっちゃう。ちょっと待って、いくぞ、トンとン、よし、あれ開いてない、俺開けなかった、よいしょ、よし、ジャンジャン、あぶね、うわ刺さったし、もうよし、もうどう頭であいつに当たったのが悪かったな。よし、もう一回行くぞ、走ってる最中でやればいいか、行くぞ、よっ、あれ押せてないスイッチ押せてない、ちょっと張り切りすぎてる、行くぞ、あれ、しまって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 、行くぞ、よし、で、よし、間違えた、間違えた、ボタン間違えてる、あぶね、はい、ここジャンプ、よし、よーし、いった、よっしゃ、うい、え、ここも聞いたけなんですけど、これはういって、そう、避けたつもりだったのに、なんで、こっちか、あ、敵か、うわあ、なんだこいつ、横からじゃなくて当たんないやつだ、あ、いけ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、くそ、ちょっと待って、ちょっと待って、危ない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 、これ2体いるからややこしいんだよな、1体なら簡単に隙つけるんだけど、2体いると、うわ危ねえ、くそ、
うわ、火入ってるし。あ、でも今がチャンス。あれ、あかんね。よし、今がチャンス。めっちゃチャンス。なんだこいつは、詰まってる場所。うわぁ危ない、危ねえ。ああ、当たったし。うおりゃあ、ピヨッタ、ピヨッタ、ピヨッタ。ピヨッタけど、こっち側からじゃ当たんない。こっから一戦。よし。もう一回一戦。あ、もう無理だ。逃げろ。よし。チャンス、チャンス。やべ、危ねえ。逃げろ。チャンス、チャンス。あれ、危ない、危ない、怖っ。おら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 、やべえ、逃げろ。くそ、すぐ走ってどっか行っちゃう。あげえ、マグに乗っかられた。うわ、こいつは体力多いな。うわよいしょ。なっ、そう、避けれなかった。渋滞してるだろ、これ。当たれ、当たれ、ね、逃げろ。違う、違う、違う。ああ、もう、よし、こっちか、来い。ああ、しまった。おーおーおー、ああ、くそ。危ねえ。この赤い方もう少しで倒せそう。いけいけいけ。よし、一戦一戦。よし、赤い方倒した。よし、あと青だけだぜ。来いや。ちょ、小判取らして。いいよ、いしょ。あ、ピヨってる、ピヨってる。よいしょ、いいで、関係ねえ。連打、連打。避けてやったぜ。あ、来いや。あれ、避けたつもりだったのに。避けた、避けた。あ、行け、もうちょい、もうちょい、もうちょい。よーし。うわー、なかなかごつい敵だったな。中ボスらしい中ボスだった。うん、討伐時間ボン、板で待つ。まあまあ平凡。え、俺どっちから来たかもわかんないんだけど。行って、うーん、こっち進んでそうだね。いや、もうびっくりした今。え、これ全部、あ、ここない、ここない。あ、なんか隠してあるぞ。うん、でも行き止まり？いや、向こう行けるか。こっちでいいんだよね、多分ね。ここは上に登れって感じかな。こういう風にしなってことかな。あ、もうやっちゃったんだけど。ごめんごめん、なんか説明してくれんのかな。説明はしてくれない。で、ここに、とりあえず貼り付けるの？あー、怒った！怒った！嘘嘘嘘嘘嘘、死んだ。嘘だろ。ちゃんと書いたじゃん、あれ。よいしょ。よし。で、横に行く。ちょ、もうカメラがよくわからん。危ねえ。怖い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 
あーぶーな。あ、こっちは普通に行っていいのかな。で、これこうして。ここはどうやって取るのあれ。この壁。こいつでこうやってやる。あ、いけるいける。これでいいのかな。じゃあ待って、怒った。もう最悪。もうあれ別にいらないか。いらないと言えばいらないけど、いると言えばいるからちょっと書くか。いらないと言えばいらないんだけど、あとあの雲キモいから嫌なんだけど。あれ、一線じゃなくて。ちょっとうにゃーって書いてあげた方がいいから。よいしょ。ちょっと見づらい。この雲どうしたらいいんだよ。超邪魔なんだけど。もう怒ったし、諦めよう。もういいや、あれ。諦めた後、お前どうなんなのさ。この時点でこう、しとけいか。よし。よし、いけた。ここは敵かな。おおおお。で、こいつらにも呪くなるやつ使えばいいんだよ。そしたらこっちがいっぱい攻撃できるし。で、もう一回呪くなるやつ。よし。呪くなるやつ。あれ？もう、呪くなるやつ。よし。いて！ちょっと待って、すげえ食らってるわ。さあ、あと一回くらい食らったら回復しよう。で、呪くなるやつ。いて、また食らった。あの、ビームやべえな。しまって、しまって、死ぬ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 。危な。とりあえず、これでいいや。よし、いて。もう、強い。くそ。やめろやめろ、のろくなれ。よしよし、倒したぞ。いつの間にかやったぜ。しまって、その攻撃やめて。よし、よけた。お、倒したっぽい。イエーイ、やったぜ。討伐時間ボン、板で竹、やったぜ。なんかビリビリがなんかどうにかすればいいのかって。なんなんこれ。え、なんでこんな雨雲が、雨雲というか雷雲かな。え充電するのこれ。なになに。ほんでこっちじゃなさそうだな。こっちかな。すげえ、もう外バリバリやん。あ、壁がいる。また飛行をつけっていうのかな。当選坊。ぬーん。俺の名前は当選坊。久しぶりだな。お前3回目ぐらいかな。一度通さないと決めたら絶対通さない。万人で通してるんだ。あれ、いや、通さないだっけ。またお前かい。そんなに気候をついてほしいのか。ポチポチだよ。何を言ってるんだ。さてはお前だな。オラの仲間を次々と葬り去ってる恐怖の暗殺者、四つ足白い悪魔ってのは。いつの間にそんなあだ名がつけられたんだい。お前が現れたことはもうお見通しだっただよ。オラはこの鬼ヶ島の影の支配者。他の仲間とは一味も二味も違うだよ。たとえお前が四つ足の白い悪魔だとしても、オラを倒すことはできないだよ。さあ、ここは絶対通さないから、あっちへ行くだよ。おし、どうすればいいんだ。そこそこそこ。結構難しいな。うん、それが四つ足の、ちょっと待って、タイミングが悪かった。ちょ、もう一回やして。うわ、なんか降ってきたし。早いね。はい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 。え？はい。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 あれー、違った？今惜しかったよ、絶対。やめろ！よし、当たんなかった。
おいおい、甘子忘れたのかい。いや、じゃあ分かってんだけど、ちょ、なんか結構シビアなんだよね、場所が。ドン。いくぞ。はいはい。はいはいはい。はい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 。はい。あれー、順番違った今。ちょ、もう。よし、避け切ったぞ。もう一回やしてっていうか、ちょっとおまけして。はいはいはい。はいはいはい。はい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 。ごめん、今の全然ね、なんか覚えられてなかった。ちょ、やめてー。危ないことはやめてー、もう。よし、もう一回。ドン。はい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 。はい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 。あれー、あー、そう、隣か。ちょっと待って、もう一回やして。こう地味難しい。やべ、当たる。危ね危ね。あー、当たった、クソ。ちょ、もう一回。下し、OK。 こう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 。あれー、もう合ってたって。むずい。もう一回お願いします。こう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 。大体合ってたじゃん今。言って大体合ってたって。もう一回お願いしますよ。はいはい、はい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 。よし、やった、当たった。これが四つ足の白い悪魔の本当の力だか。うん、もう10回目ぐらいだったけどね。俺が鍛えに鍛えた経絡機構をいとも簡単に突き当てるだなんて。この当選坊、素直に負けを認めるだよ。だけど俺もこの鬼ヶ島の影の支配者、散り際だけは絶対に汚さないだよ。さあ見るだ、男の生き様を。どうせボッカンだろお前。ごめん、目の前が壁であんま見えてなかったわ。この段差が良くないね。あ、まだいんのお前、マジで。早飛び丸。旦那、やっぱりあんたにはかなわねえ。旦那の明日を見据える目、そいつが旦那を大詰めの舞台まで導いたんですね。大詰めってな、足とのちっぽけな勝負のことじゃねえ。鬼ヶ島の城のてっぺんを目指す旦那にとって、本物の大詰めがすぐそこまで来てるんでさ。この早飛び丸、こんなに勝負で熱くなったのは旦那が初めてでさ。旦那に加勢することはできねえが、最後に旦那の門出を足の早掛けで飾りやしょう。神っぺら。さあ旦那、最後の最後、大一番、熱い勝負で足を燃え尽きさせてください。え、燃やせばいいの、勝負するの。ちょっと待って、どっち行けばいいの。あ、ここさっきのところか。ちょっと待って、あそこなんか爆弾か。ほい、遠すぎるか。ほい、あ、置けた。ん、上にジャンプして向こう岸に行けってことなのかな。多分ゴール向こうでしょ。あ、違うな、あれに捕まれんのか。よし、行くぞ。よいしょ、よいしょ。あれ、ちょっと待って、あれあれあれ、あの、よし、行った。しまった。早すぎだろあいつ。早いわ。あと、ここ落ちたらどうなっちゃうんだよ。帰るのが怖い。よっ、よっ。うーわ、落ちた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 。最悪、本当に落ちた。は、え、俺これどうやって戻るの、上に。こっからどう行けばいいんだっけ、覚えてないんだけど。下降りちゃった方がいいのかな。そうだよね。ここなんもないもん。はぁ、最悪、失敗したんす。マジかよ。
あぶねえ。超めんどくせえ。戻んなくちゃいけねえのか。で、こいつは、ノロックして、で、こう竹が出て、で、ここも竹が出て、もう、んで?ここの上だよね。なんなんだよ、この筒抜けっていうか、危ねえ刺さった。危ねえというか刺さった。吹き抜け構造をやめてほしいわ。うわ、ここも登んなくちゃいけないのか。うわ、もうめんどくせえ。なんだよ、もう。ちょ、待って、落ちた。最悪。よし。たっぷり塗ってやった。よいしょー。よし。画面がさ。あ、いけた。よし。びっくりした。びっくりしたわ。普通にビビる。で、これを登録して。もうマジで一発勝負だな、これ。踏むと同時に、あの、桃のところ、桃じゃない、花びらのところに行くぞ。行くぞ!よっ!よいしょ。よいしょ!やった!やったぜ!勝ったの?旦那、お見事!やったぜ!なんだかんだ言って、最後までご一緒させていただきやしたが、あっしの最後の早掛け、旦那の門出を飾りやしたかね?いや、ちょっとよくわかんないですけど、ずいぶん殊勝な態度じゃねえか。まあ、お前も敵ながらあっぱれだったぜ。旦那みてえな男前に尻様を見届けてもらえるなんて、え、散るの?散るの?妖怪冥利に尽きるって問題。おいおい、神っぺら。なんだい、その今にも消えちまいそうな言い草はよ。起き手に背いたら消されちまうのが足たち妖魔の定め。門番としての役目を放り投げちまった以上、足のような役立たずはお役ごめんでさようならってなわけでさ。なに?おっと、旦那がすまながることはねえ。こいつは足が選んだ足の生きる道。誰にもケチのつけられねえ足だけの大事な人生でさ。かっこいいこと言うねえ。たとえ妖魔の使いっ走りに生まれようとも、散り際くれ足の好きにさせてもらわなきゃ、ここまで生きてた意味がねえ。旦那、最後まで道案内できなくてすいやせん。別れの際に満開の花束でも手向けて差し上げたかったが、そんな気の利いたものもなく、散りゆく足をお許しくだせ。それじゃあ旦那、お元気で。おお、朝顔みたいの咲いた。ちょっとかっこいいな、こいつ。早飛び丸。お前との勝負はちっぽけなんかじゃなかったぜ。もしかしたら、お前がいたから、ここまで来れたのかもしれねえ。まあ、それはあるね。いい道案内にはなったよ。お前が見せてくれた熱い男気。この先で待つ大勝負に持っていくぜ。やったぜ、交番いっぱいくれた。やった、うひょー。もうこれマジでボスかな。ここどこよ。セーブする場所がありますね。というわけで、じゃあ今回はこの辺にしとこうかな。もう完全に頂上付近って感じだけど。もうちょっと上あんのかな?まあ、まだあるか。もう一からくり的なのあってからかな。というわけで今回はここら辺までにしときます。続きはまた今度。それじゃあまたね。バイバイ。